にちは。今回はダンダダン第4話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。クオリティ毎回すげーな。予算すさまじそう。このアニメって収録現場うるさそう。ババアも電車に詳しい。地獄霊 JK だったのか。 JK の集合体だったのかよ。無賃乗車だぞ。いや、無賃どころの話じゃ。お話より映像と音楽で見せるアニメだね。胸クソ事件の犠牲者だったか。ダークギャザリングでもやってたけどガチであった話。ターボババいい味だった。ターボババってそういうタイプなのか。カニムサボリ食ってた時のアホ面好き。軽音のユイみたいだな。トウモロコシ食べるユイかよ。このアニメの女キャラみんな口悪すぎやろ。そして男は変なのしかいない。なんだ、友達できたじゃねえか。守りたいこの笑顔。オタクの理想のギャル。ユイ最終回だった。これは惚れる。勘違いしちゃうだろ。青春しとる。これ町どうなってんだ。壊れてんの。壊れてんじゃねえかな。ガンバルガーみたいに都合よく直す力なんてないだろうし。30分が濃厚すぎて次から新しいエピソードになるのかな。4話きっちし締めたな。いい最終回だった。ダラダラしなくて助かる。サラが制作スタジオになった理由満点の回だったな。何日間の出来事だったのか。最後はいい感じでまとまったな。来週からも楽しみだ。作画は良いけど分かりづらいところが多いな。え、ターボババ田中真由美の出番は終わりか。安心しろ、出るから。映画枠にしたら2時間弱か。劇場版でもいけるな。毎回だがこれで一件落着しない。それがダンダダン。ここからもどんどん新キャラ、新妖怪、新エイリアンが次々出てくる。オカルンが BBA の能力で無双するアニメかと思ったらそうじゃなかったな。どうすんだこれから。オカルンより桃の方がメインの主人公なんか。エンディングクレジットも桃が一番上だから桃並びに和歌山が主演扱いになるな。桃とオカルンがわーわー言ってるのが楽しいからそれでいい。いやーよかったわ。最後ちょっとジーンときた。桃ちゃんのスキルレベルアップが半端ない。躍動感のあるアクションで見応えあった。アトカニが食べたくなった。作画すげえ。超能力便利だな。ゴムゴムの能力みたい。スパイダーマンか立体起動装置か。めちゃくちゃ面白いなこれ。ババアの力ないとやばい。作画すげえわ。 BBA 爆散。貴重なターボババアが。こういう口の悪い美少女好きなの俺だけだろうな。今季最強 BBA 来た。チェンソーとか呪術とか最近こういうのが流行りなんかな。やっぱりグーマンってやばいところなんだな。とターボババ何気に雑学詳しいよね。地爆霊に知り合いいたの。ターボババに悲しきた子。 BBA いいやつなのか。男子はどうでもいいのかよ。レイプ被害者にちここ備えてたのか。代わりに虚勢してたのか。ダークギャザリングの方がエグいな。それで一物欲しがってたのか。かで、伏されたのにチンコ吸わせろとか適当すぎやろ。ダークギャザリングやな。だからチ、を奪ってたのか。そう、だから男が嫌いなんだよ。今年の冬コミの薄い本はダンダダンで溢れてほしい。高倉健があれされまくるのか。自分不器用ですから。このアニメちょっとおかしいな。言うほどちょっとか。今期で今のところこれが一番かな。ダンダダン無限列車編か。めでたしめでたし。なわけないよな。おもろい。下手すりゃ原作よりおもろい。ブラウン管で見てたので赤いシーンは画面がにじんでほとんどよくわからなかった。まだ映るんか。新アニメとの親和性が高すぎる。いかにも中高生受けを狙ったノリだな。下ネタとか口が悪いとか肝心の中高生に受けてるのかはわからないが。下ネタとか口が悪いとか10年の実況民に受けてるじゃないか。中高生は知らんがジャンプラでも5に入る売れ方。この勢いと迫力ある映像。80、
90年代のエログロありのアニメ作品っぽいよね。このアニメ、ジャンルはラブコメやからな。桃がむしろ主人公に惚れてて好き。気になるなら無料だからジャンププラスで漫画読めよ。アクロトリップも無料にしてください。作画はずっといいな。これ1クール維持できるんかな。カンパケっぽいし大丈夫そう。戦闘シーン持ってるからセリフ詰め詰めな感じがした。1話みたいなエロ展開欲しいね。ターボババ入なくなったらオカルン変身する力なくなったよな。この漫画って40代50代にめっちゃ刺さる気がする。昭和のオカルトあるある全部盛り込んでるでしょ。深夜アニメはエログロ暴力じゃないと。ダンダダンは漫画が良すぎるから今月以内にジャンプラで全話読めよな。無料なんだから。このアニメは漫画にはかなわない。書き込み半端ない。チェンソーマンがダメになった理由はこれ。ダンダダンの作者が足から抜けたからと散々言われているな。画面が赤すぎて何か見にくかったわ。漫画読んでみるわ。オカルン玉なしじゃ桃ちゃん子供産めないじゃん。一応桃ちゃんの魂の玉があるから桃ちゃんの子供が作れるよ。キルラキルは女性にも人気があるし、ダンダダンも見ると思うよ。ターボババア戦めっちゃ良かった。アニメめっちゃよくできてるやん。もっと流行れ。もう何年も食べてないがカニってヤバい食べ物だったんだな。玉は戻ってなかった。はまだ玉取られてんのかよ。次回はショーが切り替わって新キャラ登場回って感じですね。しかしダンダダンってどういう意味なんだ。どっかでタイトル回収するのかな。いきなりでかいターボババアでビビった。オカルンの勇気と桃の超能力でターボババアを一時でも黙らせたのはすごい。そしてばあちゃんの協力もあってターボババアをぶっ倒した。すごい。その後のカニ食ってる場面は笑った。ターボビー見えへん決着。追い詰められたと感じた展開でしたが、その実勝利のレベルを進んでいたとは。いや、見事な作戦勝ちでした。でもターボ B2A にも優しい一面が。例になった少女たちを慰めていたとは。人と幽霊互いの領域は確かにあるね。いつもアニメは大切なことを教えてくれる。最高すぎたし、ターボババアのことも知れたり、綾瀬さんのおばあさんの言葉もグッときたし、特に最後のシーンの言葉の一言、言い直しての綾瀬さんとオカルンのやりとりで号泣も、もうほんとよき言葉一つ一つほんと大切やな。あー感動した。次回も楽しみすぎ。ルール無用のターボババ相手にするだけでも厄介なのに、その上巨大カニの自爆霊まで登場するとか面白すぎる。非日常を感じる赤を基調とした画作りの中での逃走劇は作画的にも見応え十分で目が離せなかったし、マシンガンのような言葉の応酬が最高に楽しかったです。次回も楽しみ。ターボババアの出現や行動には彼女なりの動機や理由があることは語られるも、過度に少女たちの悲劇を描いてエンタメ消費するでも、人ならざる者の方へ心を寄せすぎるでもないテンションで描くスタンスなの。重くなりすぎなくて好き。それでいて別に軽んじているわけでもないし。監督がインタビューで、ウルトラ怪獣や宇宙人のような敵と戦うオカルンはウルトラマンでいてほしいと考えて変身オカルンを赤色にしていて、元はターボババアの力なのでターボババアの固有色も赤色になってるって言ってたが、今回も赤が印象的な画面構成だったな。 VS ターボババアと繰り広げる戦闘の裏でかかる天国と地獄がまさに生きるか死ぬかの死闘を選び強調させるスパイスになっており、このハイスピードアクションが終わればターボババア誕生秘話のいい話と桃のまた明日で終わらす。この緩急が凄まじく素晴らしい演出。ターボババアとの決戦会、圧倒的作画とカメラワークが最高だった。戦闘中も会話劇が面白すぎ。ターボババアの過去で泣かせてきたところに休む間もなくカニネタ、そしてラストはさよならではなくまた明日。全てが完璧すぎて映画一本見終わった満足感。ダイナミック、とんでもないスケール感、映像美で圧巻の1話。話自体も綺麗にまとまってたし、この後どういう展開になるかわからんけど、この回がおそらく最高打展開と言い切ってもいいかなと思えるくらい良かった。いや、
ものすごかった。作画はそうなんだけど、ここまで入念に仕掛けが施されているシナリオなかなか見ない。この一連の騒動で一段落として、次のエピソードまで十分な準備時間があってほしい。このクオリティ、どこまで仕掛けてるのか予想がつかないだけに胸が高鳴る。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。